って社員になっていきたいと思います。では3日目行ってきます。はい、ありがとうございます。はい、ということで3日目も無事ね、改札を通り抜けることに成功しまして、荒尾駅ってところに向かったんですけども、僕博多という地にいたわけなんですけども、駅弁を買う際にね、明太子が入ったお弁当を買わなかったわけですね。博多といったらラーメンの次はね、明太子だと思っていまして、それにもかかわらず、この鳥栖名物の柏飯ってものを選んでしまったわけですね。そぼろご飯みたいな感じですごく美味しかったんですけども、博多駅でお弁当を買ったわけですから、明太子弁当みたいのを買うべきだったなと、すごい後悔の念が押し寄せてきましたという朝でしたね。長崎に向かう途中の、おそらくこれは滋賀県の上空なんですけども、謎の飛行物体をね、複数発見したわけなんですけども、よくよく見たらね、これは気球なんですかね。佐賀県は気球で有名なのかよくわかんないんですけども、こうやってね、なんか朝からね、たくさんの気球が飛んでおりました。本当に最初はね、何事かと思ってたわけなんですけども、UFO じゃなくてね、とても安心しました。ここで乗り換えなんですけども、備前山口というね、さもね、山口県にいるかのような佐賀県の駅に到着したわけなんですけども、続いては佐伯駅というところに向かって発車していきたいと思います。ヘルメットをかぶったね、工事現場のおじさんのような方がね、こうやって僕たちをね、乗せて送っていってくれたわけなんですけども、なんかこういった電車はね、見覚えがありまして、僕山梨出身なんですけども、山梨にあるね、ドローカルなね、電車の身延線というローカル線があるんですけども、そこの雰囲気を思い出しましたね。
で早速ねバーガーボーイ君がね歓迎をしてくれたわけですね。日本最西端の駅佐世保駅です。こっちの方がいい感じです。ということであんまりね時間ないんですけど回っていきたいと思います。佐世保駅のね南口に出てきました。すごいっすね。港でしょうかね。本当に日本のね西の端まで来たような感覚を味わえるんじゃないでしょうかね。こうやって海が見えるとやっぱいいですよね。素敵な気がします。佐世保と言ったら佐世保バーガーですね。佐世保バーガーなんで食べていきたいと思います。佐世保バーガーとハイネケンを買ってきました。2020年人生に乾杯。こうしてね日本のほぼ西の端までたどり着いたわけですから、そういったところでビールを飲むのが旅人の佐賀ですから、佐世保バーガーをねおつまみにねこうやってハイネケンを飲むことにしたわけですね。